伊豆にはいてね大学ランキングとか大学の選び方とか持ってきてないんですがこれがね濃く書く中ぐらいに書く薄く書くっていうことを自分で技術をスキルを身につけたことで役に立ったのが朝日新聞東京本社出版局で大学ランキング大学の選び方完璧中学受験の編集やった時にまあえー、と 私の記憶によるとね、当時、朝日新聞社の大学ランキング、河合塾さん、あとダイヤモンド社さんとかが大学評価本を出していて、まあ、親御さんはね、子供さんが合格するように、3冊全部買う方がいたわけですよ。ところが、大学の広報っていうのは、正式な広報文書を決めて、3社に、まあ、3社以上ね、全部に同じ文書を送るわけです。で、 朝日新聞社ってのはね、新聞社なんで、取材をかけて、中身を濃くしたいわけですよ。だから、他の西に,に負けたくないと、取材かけろと、まあ、発行人が言うわけですね。と、あのー、まあ、大学生、私もアル、まあ、あバイトだったんですフリーのエディターだったんだけど、大学生で呼ばれた人が、隣のデスクとかで、朝日なんですあと800字書いてくださいとか言って断られたりして、敗北してるわけよ。 で私は自分が国く書く中ぐらいに書く薄く書くっていうことで、まあえー、月刊日本語の記事を、えーまあ、掲載してもらうようにね、えーまあ、スキルを身につけていたんでそれでその技術を使ったんです、えー、当時720個ぐらいだったと思う日本の私立の、えー、と大学案内の全ページと受験案内全ページを即読で読みましたそうすると 大学の案内、えー、といえども、冊子といえども、濃く書いてある部分と、まあここは入れとこうっていう部分と、まあ中程度の部分があって、この濃く書いてあるところはもっと書きたいんだろうなっていうことが伝わってきたわけですよ。それを、まあ私立ですから、総立者の先生の理念と照らし合わせると、